ニコラーゲーによる、肖像画、アレクサンドル・イバーノビチ・ゲルチェン、または4月6日から1870年1月9日または1月21日は、帝政ロシアの哲学者、作家、編集者である。19世紀後半のロシアにおいて、濃度解放令実現に影響を与え、社会主義の父として、有名な人物の一人とされている。八百十二年に、 ロシア帝国、モスクワにて、ロシア貴族のイワン・アレクセイエビッチやコブレフの死生児として誕生。彼の母ヘンリ・ビル・ルイザ・ハークは、現在のドイツ・シュトット・ガルトで、ロシア貴族の代表だった父の使用人をしていた時に、身ごもり、父がモスクワに連れ帰った。生は、彼の心の子という意味合いを兼ねて、ドイツ語で心臓を表すヘルツから取られた。父は、 ナポレオン戦争での1812年のモスクワの戦いの間、アレクサンドル一世にナポレオン・ボナパルトのメッセージを届ける伝令をしていた。1830年、モスクワ大学に入学した。1847年1月中、ロシア国境を渡り、パリに居住した。パリでは、プルードンと共同した。同年9月にはイタリアへ向かい、翌1848年2月、 ローマ滞在中に、フランス2月革命の法を聞き、革命に加わるためパリに戻った。しかし、革命の失敗により1852年8月、ジュネーブ、ニース、パリと滞在し、ロンドンに向かった。ロンドンでは現、カムデンク・キングス・クロス界隈で、ロシア・ツァーリズムに対して、ノード解放を支援する、自由ロシア新聞を立ち上げた。また、ゲルゼェンを主体、 後のロシア革命でメンシェビキ派の代表格となったユーリー・マルトフがロンドンまで訪ねに来た。1870年、パリコミューンの前年にフランス・パリで死去した。新聞、カネを主催していた。シ所はニース。ピョートル・クロポトキンはゲルゼンに多大な影響を受けたことを実証で綴った。また、ゲルゼンはノードである役者ミハイル・シェープキンとも交流があった。ウィキソースには、 ゲルチェンのことどもの原文があります。ありがとうございます。